俺の名前は川添泰造。全組員1万人、傘下15組を率いる川添組の会長なのだが、普段は孫娘を可愛がる単なるじじいだ。俺の趣味と言ったら、孫を甘やかすことで、孫とうまいものを食べたりしながら、おしゃまな話を聞くことだ。孫娘のナナミは10歳だが、なかなか利発ときている。目の中に入れても痛くないとは、まさにこういうことを言うのだろう。そんなナナミを連れて、今日はおでん屋に来ている。冬のおでんもいいが、冷房の効いた店内で食べるおでんというのも、これが結構おつなものだ。俺が、ナナミの話に目を細めていると、隣の席に、ヤクザモンらしき男たちが座った。あまり広くない店内だが、何も隣に座らなくてもいいだろう。そんな気がしたが、あまり気にしても仕方がないと、俺はナナミとの会話を楽しんでいた。ところが、だんだん男たちの声がでかくなってきた。どうやら酒が回り出したらしい。おじいちゃん、隣のおじさんたちうるさいね。子供というのは思ったことを正直に口にするものだ。ななみ、隣のお兄さんは楽しくお酒を飲んでいるんだ。我慢してあげなさい。お兄さんなの？そうだね。まだまだお若いようだ。お兄さんだよ。そうか。お兄さんだからエチケットが分かってないんだね。さすがにヒヤヒヤする言動だ。仲間と楽しく飲んでいるところに、こんなことを言われたら、イチャモンをつけられていると思われても仕方がないだろう。俺は何度となく、ナナミに余計なことは言うなど、やんわり諭していた。だが、とうとう隣の男が口を開いた。よおじいさん、あんたの孫ってのは、随分とおしゃべりなようじゃねえか。ああ、すいませんね。何も知らない子供なものですから。よう、ちびすけ。俺らはな。ちびすけじゃない、ななみって言うんだよ。ちゃんと名前で呼ばないとダメなのよ。なんだ？お兄さんは、なんてお名前なの？え？おう、俺はな、滝川組のそうやってんだ。滝川組と聞いて、俺は相手の顔を見た。確かに、見たことのある顔だ。こいつはもしや。そう思った俺は相手に話しかけてみた。あんたは滝川組の息子さんじゃないかね？ああ、そうだぜ。なんだよじいさん。俺のことを知っているのか？ああ、あんたはなかなか有名だからね。ほう、そうかい。そいつは嬉しいじゃねえか。まあ、有名だっていうのはいいんだが、それにしてもじいさんの孫は偉そうじゃねえか。すいませんね。子供は正直ですから。そうかよ。だがな、お前にはわからねえだろうが、酒が入れば声ってのはでかくなるもんなんだよ。だから、しょうがねえのさ。でも、迷惑なんだよ。おじいちゃんはどんなにお酒が入ってもそんなに大きな声では話さないしね。お兄さんたちは常識がないんだね。なんだと？これナナミ、そんなことを言うもんじゃないよ。おいおい、常識がねえのはあんたのガキなんじゃねえのか？すいません、何分子供ですから。子供なら何を言ってもいいっていうのかよ。どんなことを言っても許してもらえるってのが？世の中そんなに甘いのかよ。いえ、そういうことではないんですが、すいません。ご気分を悪くさせまして。おじいちゃん、だってね、他のお客さんもみんなうるさいなって顔してるよ。どうしてみんなうるさいって教えてあげないの？教えてあげないと覚えられないからかわいそうだよ。どうやら母親から日頃言われていることをそのまま言っているだけのようだ。確かに言っていることは正しいのだが、言っていい場面ではない。まったくガキの癖しやがって。どういう教育してんだよ。大人には大人に事情ってやつがあるってのによ。おじいちゃん、大人の事情と常識、どっちを取ったらいいの？なんとも難しい話だ。時と場合だと教えても、そんなものを理解できるほど、ナナミの頭は大きくはない。しかも、10世のナナミは、悪いことは悪いと、はっきりと言うタイプの子だ。日頃いけないと教えているのに、この場合は黙っているなんて、到底できないだろう。よう、じじい。目障りなんだよ。どこかに移ろう。お兄さん、それは悪いことだよ。ナナミたちだって、おでんを美味しく食べるために来てるの。それなのにお兄さんたちのお話がうるさくて、おじいちゃんとお話ができないんだからね。何？たくさんの人がいるところでは静かにしないとダメだよ。本当にうるせえガキだな。俺たちはいいんだよ。なんで？ダメなものはダメなんだよ。ナナミ、やめなさい。おじいちゃん、このお兄さんはママに教えてもらってないの？かわいそう。ナナミのママはちゃんと教えてくれるのにね。ナナミ、本当にやめなさい。そうだよな。いい加減にしねえと、その口が開かねえようになるぜ。すいません。子供ですから、どうかご勘弁ください。勘弁できるがよ。もう、退散いたしますので。退散？帰るの？ああ、今日は日が悪い。もう帰ることにしようか。さすがに、ナナミのおしゃべりも場をわきまえないと大変なことになる。そう思い、帰ることにしようかと言ったのだが、ナナミは納得しなかった。まだ食べてるよ。また食べに来よう。嫌だよ。だって残したらダメってママが言ってたもん。それはそうだが、俺が困っていると、ナナミはやっと食べ始めてくれた。こんなにヒヤッとした食事は初めてだ。そう思ったのだが、宗谷の方は怒り心頭という感じだった。まったくな、うまい酒がまずくなっちまった。どうしておでん屋にこんなクソガキがいるんだろうな。酒を飲みに来て、ガキにイチャモンつけられたんじゃ、面白くねえや。俺はひたすら謝り、周りの迷惑にならないようにしていた。だが、ナナミの方もカチンと来たらしい。せっかく黙って食べていたというのに、隣の言葉で、ナナミの闘志がむき出しとなってしまった。ガキって言うけど、こんなお店に来て騒いでる方がガキだよね。やっていいことと悪いことがわからないんだから。ちゃんと教育を受けていないとこうなるってママが言ってたもん。ちゃんとした教育を受けてこなかったの？お兄さん。なんだと？黙って聞いてりゃふざけやがって。大概にさらせ、このガキ。ほら、大きな声。それに言葉が悪いんだよね。そういうのダメなんだよ。宗谷は、どんどんヒートアップしてゆき、仲間は、子供の言うことだから我慢しろと、抑えようとしている。こんなところで怒鳴り散らし、物を投げれば、滝川組だと名乗っている以上、大変なことになるはずだ。それが分かっている仲間たちだが、宗谷はそうはいかないようだ。しかも、宗谷の怒りの油に火を注いだのが、周りの客たちの反応だった。なんと、ナナミが何か言うたびに、クスクスと笑いが起こるのだ。これでは、短気で乱暴者と有名な宗谷じゃなくても、怒りたくなるというものだろう。おい、じじいガキを黙らせろ。はい、もう帰りますので。おじいちゃん、ナナミは間違ってないよね。いいから、ナナミは黙って食べちゃいなさい。なんで、ナナミは間違ってないはずだよ。ナナミ、頼むから黙って食べてくれないか。その時だった。宗谷が熱々のおでんをナナミにぶっかけたのだ。小さな娘は大きな悲鳴を上げ、熱い熱いと泣き叫んでいる。驚いた店主が水を持ってきたり、タオルを持ってきたりしてくれたが、ナナミはなかなか泣き止まなかった。親子揃ってうせね。いくらなんでも、小さな子にこんなことをするなど、思っていなかっただけに、ナナミの言動を抑制しきれなかった。俺の甘さが後悔となり押し寄せるが、それ以上に、孫娘に躍動を負わせて、笑っている宗谷が許せなかった。おい、てめえのパパはどこの組だ？ああ、そうそう、滝川とか言ったよな。あ？なんだじじい。今すぐ組長を呼び出すやガキ。誰に言ってるつもりだ。てめえだ。俺の大事な孫に躍動を負わせたんだ。このけじめ、つけてもらわなきゃならねえだろうがよ。だが、てめえのようなガキじゃどうにもならねえや。だから、組長を呼べって言ってんだ。これだけ丁寧に言えば、てめえのような軽い頭でも理解できんだろ。俺の勢いに気をされたのか、宗谷はたじろいだように見えた。だが、一緒にいた仲間の手前、滝川組長の息子が弱気にはなれないのか、すぐに虚勢を張り出した。バカ言ってんじゃねえや、じじい。てめえみてのじじいがどんなに強がっても、ちっとも怖くねえんだよ。てめえがどう思おうと、そんなのは関係ねえや。それとも、てめえがけじめつけるってえのかよ。何がけじめだよ。だからか、ガキがやけどしたくらいで、そんなのは大して問題じゃねえだろうがよ。やけどしたくらい、大した問題じゃねえだと？ほう、そうかい。全組員1万人、参加15組を束ねる、この川添組会長の孫にやけどを負わせて、大した問題じゃねえってのが、いい度胸じゃねえか。え？川添。これには、さすがの宗谷もビビりまくりだった。だが、よほどバカなのだろう。それでも、親を呼ぼうとはせず、震える声で、俺に偉そうなことを言ってくる。まったく、どうしようもないバカ息子だ。おいガキ、てめえの親を呼べや。それができねえってんなら、この俺様が、てめえの親を呼んでやろうか。滝川の組長がてめえの親だろうがよ。ええ。さすがに俺が親を呼んだのでは分が悪い。そう思ったのか、宗谷がスマホを取り出した。しょうがねえな。そんなに呼んでほしいなら呼んでやるよ。だがな、川添だろうとなんだろうと、俺の親父が来たらそっちが大変なことになるんだからな。覚悟はできてるんだろうな。バカが、滝川くらいに負ける川沿いだと思ってるのかよ。さっさと呼べ。こうなったら親に頼るしかない、そう思ったのだろう。電話をかけると小さな声で親に助けを求めた。親父、俺、そうやだよ。大変なことになってるんだ。すぐにいつものおでん屋に来てくれよ。頼むよ。そんなこと言わないで助けてくれよ。じゃねえと本当に大変なことになりそうなんだよ。もうほぼ泣きそうな声だ。単なる甘ちゃんかよ。電話を切った宗谷は急に偉そうに怒鳴り出した。親父が来るからな。俺の親父は滝川組の組長なんだ。後悔することになるからな。このやりとりを見ていた他の客たちは、ヤクザが来ると言って、早々に店を出て行ってしまった。まだまだ売り上げを伸ばすことができたというのに、店主には全く申し訳ない限りだ。ナナミの方はというと、店主や店員のケアのおかげで、なんとか事なきを得たように見え、ナナミはアイスをもらってご満悦だ。ひとまずは安心だな。そう思っていると、店の引き戸が開き、滝川の組長と幹部連中が入ってきた。その姿は、息子とはだいぶ違って、大物感がある。さすがは組長だな。だが、川沿いの組長には劣るがよ。入ってきた滝川は、俺を見て姿勢を低くした。これは、川沿いの組長さんじゃないですか。こんなところでお目にかかれるとは、光栄です。そうかい。ちょっと息子に呼ばれましてね。失礼しますよ。そう言うと、隣に座っている宗谷の方へ顔を向けた。仲間たちは組長が来たというので立ち上がり、壁際に整列している。組長に同行してきた組員も同じように組長の近くで直立の姿勢だ。おい、宗谷、来てやったぜ。親父、ありがとう。それで一体何があった？見たところ何も大変なことなんて起こっちゃいねえようだが。それが、隣の川沿いの会長と揉めちまって。揉めた？どういうことだ？会長の孫が、俺になんだかんだと言ってきたんだ。なんだかんだとは、なんだ？それが、飲んでたら声が大きいとか、教育がちゃんとされてないとか、とにかく生意気なんだよ。それで、俺も頭に来て。頭に来てどうした？何をやらかした？やらかしたなんて、そんなことはないさ。ちょっと行き違いがあって、それで、親父を呼べって言うから。全く理解できねえ。川沿いの会長さんが、その程度のことで怒るはずがねえや。でも、本当にそうなんだよ。宗谷は、怒られたくないらしく、自分にとって都合のいいように説明している。だが、こんなことでは話がわかるはずもない。確かにこの程度なら、俺が怒るわけがないのだから。川沿いの会長さん。これは一体何があったんでしょうか？俺は腕を組んだまま滝川を睨みつけた。一番大事なところが抜けてるんだよ。確かに、俺の孫が余計なことを言ったのは事実だ。だが、10歳の子供が間違いを間違いだと指摘して、それが気に入らねえからって、熱々のおでんをぶっかけたのさ。おかげで、俺の孫はやけどするところだった。店主や店員がすぐにケアしてくれたから、今はこうしてアイスを食ってるがよ。一歩間違えれば大変なことになってたんだ。そういうことでしたか。それは誠に申し訳ありません。おい、そうや。てめえは謝ったのかよ。謝ったよ。そりゃ、謝った。ああ？いつ謝ったんだ？俺が見ている限り、謝ったようには見えなかったがな。俺としては、謝ったつもりなんだ。バカ野郎。謝ったつもりで済むことじゃねえだろうが。謝るってのは、相手に伝わらなかったら意味がねえんだ。でも、そこまで大変なことじゃねえだろう。たまたま手が滑っただけなんだから。手が滑ったなら、川沿いの会長さんがことを荒立てることはねえや。本当に手が滑ったなら、てめえだって、誠心誠意謝ってるだろうよ。謝ってる人間に、怒りをぶつけるお方じゃねえんだ。謝ってないよ。一回もごめんなさいって言ってないよ。このお兄さんは、ナナミが間違ってるって教えてあげてるのに、うるさいって、大きな声でいつまでも話していたんだから。あ？どういうことだ？俺の孫は母親から教わっていることをそのまま話したまでのことだ。人が集まるところでは大きな声で話してはいけないなんてことをな。ところが、あんたの息子は酒が入っているから大きな声で話して他の客のことをまるで考えちゃいねえ。それどころか、子供の言葉を真に受けたのさ。そういうことですか。しかも、俺の孫に熱々のおでんをぶっかけた。そこが一番の問題点だ。この子は俺にとっちゃ、宝以上に大事なものだ。それなのに、熱い思いをさせられたんだからな。申し訳ありません。本当に、失礼なことをしました。おい、ちゃんと謝るんだ。でも、俺は散々言われたんだ。常識がないって。子供に言われて怒り狂ってるんだ。常識がねえだろうがよ。とにかくちゃんと謝って、許してもらうんだ。でも、親父。でもじゃねえ。謝らねえなら、俺がてめえをボコ殴りにするぞ。わかったよ。すいませんでした。これでひとまず、許していただけないでしょうか。そうかい。だったら、ひとまずは許してやるがよ。慰謝料をもらわねえと、手打ちにはできねえや。はい、もちろんです。おいくらほどでしょうか。3000万だ。3000万？それは高すぎる。うるせえ。大事なお孫さんなんだ。それでも安いくらいだ。わかりました。今すぐ3000万を送金いたしますので。そう言うと、スマホを取り出し、すぐに俺の口座に金を送ってきた。たった今、3000万を送金しました。この時間ですから、すぐに反映されないとは思いますが、明日には確かに送金されていると思います。これで、ご勘弁願えないでしょうか。二度としないように、息子をしっかり教育しておけ。はい、そのようにいたします。俺は、ナナミを連れて店を出たが、宗谷以外の全員が、深々と頭を下げていた。滝川組の事務所に戻った組長と宗谷だったが、息子の方は相変わらず、納得がいかないようだった。親父、俺は何もしてないんだ。それなのにどうして謝らないとならないんだよ。おでんだってわざとじゃないんだ。ぶっかけたわけじゃなくて、箸でつまんだものがたまたまあのガキの顔に飛んでいっただけなんだよ。勢いよく口に入れようとして飛んでいったんだよ。そういうこともあるじゃないか。そんなバカなことがあるかよ。でもそうなんだ。世の中には科学で解明できないこともあるだろう。だから俺はわざとじゃないんだよ。まったく。いいか、科学で解明できなくても、おでんが勝手に飛んでいったとしても、それがお前のせいであろうとなかろうと、そんなことはどうでもいいんだ。ただ相手が悪かっただけなんだからな。相手が悪いって？相手は川添組だ。川添と言ったら全区民1万、参加15組の大御所だ。そんなのを敵に回したらどうなるよ。滝川組なんてすぐに潰されちまうんだぞ。触らぬ神にたたりなしなんだよ。触って怒らせるくらいなら触らずに頭を下げてりゃいいんだ。そんなのヤクザらしくねえだろ。どうでもいいんだ。ヤクザらしいとからしくねえとか、そんなことより組が続けられるかどうかが一番大事なことなんだ。でも親父、この話は俺だ。これ以上話すより触っちゃいけねえ人だと頭に叩き込んでおけ。いいな、分かったな。滝川組長はそう言うと宗谷から離れていった。だが組長の息子として生まれ、ちやほやされて育った宗谷にとっては、それを素直に受け入れることができなかった。なんでだよ。俺は滝川組長の息子なんだぞ。いずれは若頭になって、その次は組長だ。それほどでかい俺がなんで頭を下げないとならねえんだよ。なんであんなガキとじじいに謝らねえとならねえんだ。一番悪いのはあのクソ生意気なガキじゃねえか。この俺様に偉そうなことを抜かしやがって。なんでガキが怒られねえで俺が怒られるんだよ。この件について仲間の誰に話しても返ってくる答えは同じで、相手が悪いというものだった。誰にも理解してもらえない宗谷は、何とかして自分が間違っていないことを認めてほしくなった。俺が悪いわけじゃねえんだ。どうしてみんな認めようとしねえんだよ。あんな川添くらいにビビりやがって。俺はビビらねえぞ。あんな川添のじじいにビビってたまるもんかよ。だったら俺が分からせてやる。何が何でも俺が川添のじじいをボコボコにしてやる。所詮はじじいなんだ。俺が負けるはずはねえんだからな。そうだよ、俺があんなじじいに負けるはずはねえんだ。後悔させてやる。じじいに土下座させてやる。とんでもない思い込みをしてしまったのだった。それから数日後のことだ。宗谷は一人ブラブラと散歩を楽しんでいる俺の前に現れた。やい、じじい。なんだこんなところで。お前は滝川の息子じゃねえか。ああ、滝川宗谷だ。俺に何の用だ？俺と勝負しろ。お前と勝負だと？なんでそんなことをしないとならないんだ？みんな、てめえには逆らうなとか、触るなとか抜かしやがる。それが気に入らねえ。俺が、てめえのようなじじいに負けるわけがねえのに。そいつは、勝ち負けの問題じゃねえぞ。だったら何だってんだよ。ヤクザなんだ。強いか弱いかだけのことだろうが。確かにな。ヤクザとして考えればそれだけだ。だがよ、お前も組長の息子だろ。その通りだ。だから気に入らねえんだよ。俺は組長の息子で、いずれは若頭だ。その後は、組長の跡目を継いで組長になるんだ。それなのに、なんでそれほどの俺が、じじいに勝てねえことになるんだ。これは、そういう話じゃねえぞ。跡目を継ぐなら、組として考えろ。お前は一体何歳なんだ？ 21 歳だ。なんだよ。あまりにも小さい頭だから、もっとガキかと思ったが、案外大人じゃねえか。それなのに、わからねえのかよ。わからねえことなんかねえや。わからねえのは、俺の方が強いのに、なんでてめえに負けねえとならねえかだけだ。どいつもこいつも腰抜けばかりで、川沿いには触るなと抜かしやがって、一つも面白くねえや。しかも、俺が悪いんじゃねえだろうがや。悪いのは、てめえんとこのあのガキだろうが。本気でそんなことを思ってるのか？自分がやったことは、何一つ悪くねえってか？悪かねえや。あんな風にガキに言われたら、鼻が立つのが当然だ。それなのに、なんで俺が怒られるんだよ。なるほどな。てめえは、よっぽど甘ちゃんに育っちまったんだな。そんなことじゃ、組長になっても組は潰れちまうぞ。そんなわけがあるかよ。俺が組長になったら、滝川組はもっとでかくなるんだ。そのためにも、川沿い組は今のうちに叩き潰しておく必要があるんだ。俺を叩き潰すんじゃなくてか？てめえは一体何がしたいのかわからねえな。俺だってよくわからねえ。でもね、俺は悪くねえんだ。それじゃあ、俺と戦って、万が一てめえが勝ったら、あとはどうなると思う？あとは、俺が強いってことをみんなが納得するだけのことだ。やっぱりな、わかっちゃいねえや。なんだと？いいか？てめえが万が一俺に勝ったら、てめえは、このじじいを倒した男になる。だが、川沿い組の会長を倒すということは、川沿い組を敵に回すということだ。そうなれば、抗争なんてもんじゃねえや。てめえだけが袋になるか、滝川組が潰されるかだ。なんでそうなるんだよ。川沿い組のトップに逆らうってことは、そういうことなんだよ。ちっと頭を使えよな。だからこそ、てめえの父ちゃんも素直に謝ったんだろうが、3000万も払ってよ。それでも、俺と戦え。そんなことをして、組が潰れてもいいのかよ。潰れねえや。誰にやられたかもわからねえくらいに、てめえをボコボコにして、川に浮かべりゃ、俺がやったことは隠れちまう。そうだよ。俺がやったことがわからなけりゃいいんだ。そうすりゃ、組に迷惑はかからねえんだ。その代わり、てめえがやったってことも隠れちまうな。え？てめえがやったことが隠れちまえば、自分の強さを誇示できねえってことだ。結局、お前のフラストレーションは解決しないままってことだ。フラストレーションって？まあ、なんでもいい。とにかく、俺と勝負しろ。まったくしょうがねえな。だったら、腹ごなしに相手してやるよ。俺がそう言うと、宗谷は俺に突進してきた。だが、颯也がどんなに本気になっても、俺が負けるはずはなく、あっけなくボコボコにしてしまった。草原に転がるようにして、呼吸を荒げている颯也は、負けた悔しさに、怒鳴り散らした。さあ、やれよ。とどめを刺せばいいだろうが。どうせ、また笑われるか、謝れって言われるんだ。そんなことになるのも面倒だ。一思いにやってくれ。てめえは、一体どんなヤクザ映画を見てるんだ？一思いにやれなんて、どうせくだらねえ映画でも見てるんだら。うるせえ、情けなんかいらねえ。おかしなガキだな。そうか。だったら、一思いにやらせてもらうか。俺は、にやりと笑うと、颯也の上にまたがり、拳を振り上げた。だが、颯也はその途端、悲鳴を上げた。そうなるだろうな。命までは取らねえや。ただし、てめえの父ちゃんを呼ぶぞ。え？さすがに、二度目はねえんだよ。命は取らねえにしても、けじめはつけねえとならねえ。それがヤクザだ。すると、颯也は逃げようとした。だが、逃げたところで何も変わらない。俺は手にしていた小枝を颯也に投げると、見事に颯也の足にヒットし、もつれた足は颯也の体を地面に叩きつけた。俺は颯也の上に座り込み、滝川に電話をかけた。すると、滝川はすぐにやってきたが、その顔は疲れ切っているように見えた。すいません、このバカが。またしても、ろくでもねえことをしまして。本当にそうだよな。何もわかってねえにしても、こいつはひどすぎるぜ。おい、そうや。なんでこんなことをしやがった。だってよ。みんな、こんなじじいにビビりすぎなんだよ。だから、俺の方が強いって、わからせたかったんだ。ビビってるって、意味が違うだろうが。川沿いの会長さん、本当に申し訳ねえ。謝って済むことだとは思いませんが、どうか、組は潰さないでください。そう思うんだったら、この息子を何とかしろ。何とかしろと言われても、という、滝川の思いが伝わってくる。それでも、じっと息子を見ていた滝川が、口を開いた。こいつを、川沿い組に預けさせちゃもらえませんか。なんだと？滝川に置いておいたんじゃ、こいつはまともになりません。だから、どうか、川沿いさんで鍛えてもらえませんか。これまた、甘いことを言い出す。俺を襲ってきたのに、なんで俺のところで受けると思っているのか。なるほど。親が甘いから、子供も甘いことを考えるのか。あんた、自分が言っていることが、どれほど甘いか、わかってるのか。ですが、このままでは、こいつは成長しません。成長させたいと思うなら、もっといいところがあるじゃねえか。もっといいところ。それはどこでしょうか。カニ漁船だよ。ついでに、けじめとして1億稼いでこいや。そうすりゃ、根性もつくし、考え方も変わるだろうよ。なんせ、命がけのしのぎだからな。なるほど。そうなりますか。ああ。ただし、1億だぞ。今回のことを不問にしてやるから、1億、川添のために稼がせろ。それができねえなら、滝川は潰す。わかりました。おっしゃる通りにいたします。こうして、宗谷の意向を全く無視して、宗谷は長い戦場生活を余儀なくされたのだった。なんでだよ、俺は何も悪くねえのに。父親によって送り込まれ、川沿いに慰謝料1億を払うことが約束されると、宗谷はそう言ってだだのこねていた。だが、さすがに今回は、滝川組長を息子を甘やかすことはなく、過酷な寮へと送り出した。ところが、連絡が来るたびに愚痴ばかりだという。こんなところで何が勉強になるってんだよ。毎日毎日、カニ取ってるだけだろうが。その上船酔いはきついし、胃が飛び出すんじゃねえかってくらいにきついし、親父は俺に何をしろってんだよ。こんなところにいるよりも組長修行した方がずっと将来のためだろうがよ。ところが何を言おうとそこは海の上だ。宗谷のわがままが通るわけもなく、やりたい放題言いたい放題の宗谷はかなり辛い思いをしたらしい。そして半年が過ぎた頃、一通の手紙が届いた。親父、元気にしてますか？俺はこの間、海に落ちそうになりました。でも、毎日愚痴を言い、文句ばかり言っていた俺だというのに、船の先輩たちは俺を助けてくれたんです。もちろん海に落ちることはなかったし、命拾いしましたが、その時真剣に俺は怒られました。俺のことを思い、俺のために怒ってくれたんです。初めて知りました。こんなに俺のことを思ってくれる人がいることを。親父だって今まで俺を怒ってくれたこともあったけど、今になってこういうことだったんだと、やっとわかりました。まだまだ、丘に上がることはできませんが、船から降りたら、川沿いの七海ちゃんに謝りたいと思います。親父、俺が戻るその日まで、元気でいてください。滝川の組長は、手紙を読み、涙したそうだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。